グッドモーニング i n YouTube. 今日は最世界川口の渡辺章之介先生によります、抗凝固療法内服中、施行中に、則禅症を起こしちゃった患者さんに対する左心耳閉鎖の、まあ、二次予防目的の、この有効性についての、お、論文ということになります。えー、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっと、今回は JAMA、まあ、ニューロロジーからの発表でして、 工業幸療法、オーラルアンチョコ、コアグラントセラピーをしているんですけれども、脳梗塞または血栓症を期待してしまった心房イドの患者さんに対するサシで閉鎖術の有効性を検証した論文です。こちらの図にもあるように、高行幸薬、内服、単独群と比較して、サシンジ閉鎖群の方は、脳卒栓症をはじめとした卒栓症の発症を有利に抑制したといった結果となっております。えっと、ま、今回、 行う写真で閉鎖についてなんですけれども、まあ、世界中ではさまざまなデバイスが出ております。特にまあ日本によってはこの右上にある C のウォッチマンというのがまあ主流になっているんですけれども、まあ、真ん中の上にあるアンプラツアミュレットだったりとか、左上のランブレというところ、あとコーヘレ,スクヘレックスウェーブクレストというようなまあ閉鎖デバイスもありまして、これ右下にあるまあラリアットと呼ばれるんですかね、こういったものに関しては、まあ、えと軽静脈的なところと、まあ、健常特急アプローチの心外膜と。 えー、心内からのアプローチで、えーと、こちらちょっと図が小さいんですけれども、左心耳の先端に、まあ、それぞれ外と中から磁石で、えー、接続して、<laughs> 外から、えー、心外膜側からすねを通して左心耳を閉鎖するという、そういった治療も、えー、普及されつつあります。えー、とこちらが左心耳閉鎖の有効性まあて最初の論文、有名な論文なんですけれども、まあ、プロテクト AF 試験の4年後のフォローアップのデータになっております。 えっと、ま、ウォッチマンを使った左心時閉鎖とワーファリン単独を比較した論文でして、左側が、えー、と使用強化項目脳卒中、全身促進症プラス、神経果腫の割合なんですけれども、まあ、ワーファリン群と比べて、えー、ウォッチマンデバイス群の方が優位に、えー、その発症割合をて、えー、低減させたといった結果となっておりました。しかし、内訳を見てみますと、その一つの一部を抽出しているんですけれども、脳卒中の発症割合に関しては、ワーファリンとデバイス群においては優位はないと。 いった結果、まあ、ややデバイス群が少し、まあ、高い割合となっておりました。これはじゃあ何を減らしたんですかね心血管者とかの脂肪が脂肪減らしたんですかそれはそれでいいと思うんですけど、これデバイス群って、ウォッチマン群っていうのはワーファリンは飲んでますか飲んでませんかえっと、中断した患者さんもいます。全員が中断したわけではないんですけども。飲んでたり飲んでなかったりですね。はい、そうですね。はい なので、こちらで言うと脳梗塞の割合は減少しないですけども、死亡率はデバイス群で減少したといったことが報告されました。 でこのプロテクト F 試験の初回では、やっぱり、えー、主義に伴う合併症が多かったということで、まあ、リビール試験、プリベール試験という、まあ、続いていろんな試験が行われているんですけれども、こちらはプロテクト F 試験とプリベール試験の、まあ、メタ解析になるんですけれども、えっと、上から2番目のオールストロークース、全、まあ、身即戦症の割合に関しては、まあ、ワーファリントウォッチマンにおいては、ハザードレッシュにさあの位置をまたぐといった結果となっておりました。まあ、内訳を見てみますと、一応ま,あまたいではいるんですけれども、イスキミックストロールを SE に関しては、ワーファリンの方が、えー、ハザル値が低いといった結果になりまして、一方で、この赤い線にあるように、えー、と出血性の脳梗塞、出血性脳卒中ということに関しては、ウォッチマの方が優位、まあ、に低いといった結果となっております。まあ、それらを相殺して、まあ、こういった結果になってくるといったことで、まあ、あの先ほどお質問にあったように、まあ、ウォッチマに 行ってからまあ抗魚、抗療法をフリーになった患者さんがいたりとか、バ、ま、イ、あ、よっトは抗血症板薬にすり替えたという患者さんもいらっしゃるので、結局、最終的には即戦症そのものを減らしているというのではなく、まあ、出血性の合併症を減らすことによって、えー、と死亡率も含めて改善しているのではないかといったことが言われておりますこれはあのウォッチマン入れて抗凝固というか、バーファリンを飲む、飲まないというふうに分けて調べたりはしてないんですかね。 そうですね。こちらのやつでは、多分そこに調べてるのはなかったと思います。はい。はい。この下の図にあるように、まあ、メジャーブリーディングとかに関しましては、やっぱりウォッチマンの方が少ないってったことから、やはり出血のイベントを減らすことが、後、えーまあの改善に寄与しているのではないかといったことが言われております。 本国、でまあ今後まあ、日本における、左心自転閉鎖デバイスの適用、まあ、ガイドラインから引っ張ってきてるんですけれども、まあ、長期的な抗血栓療法に推奨されていて、かつ出血リスクが高い症例に関しては適用となっています。具体的には、ハスブレットスコアが3点以上、バックスタイプ3以上の出血となってくると、まあ、ハーベが3以上低下する状態だったり、まあ、輸血を要するような出血をある患者さんにおいては、オッチマンのいい適用というふうにされております。 えっと、一方も欧米の推奨によってはこれにプラスして、まあ、コンプライアンスが不良な患者さんだったりとかあと抗玉療法化にを行っていつつも震源、えー、性の脳卒染症を起こしちゃった患者さんというのは、まあ、クラス 2B の適用になっております、まあ、今回の論文はこの赤,線赤字にしている、まあ、抗玉療法を内服してたにもかかわらず、まあ、脳梗塞とかをはじめとした卒染症を起こしてしまった患者さんを、まあ、対象とした試験になっております で実際どのくらいそういった患者さんがいるのかっていうところで、えっと、こちらはさまざまなそのワーファリンとドワック群とかを比較したまああの論文とかから、えー、抗固療法を行ってたにもかかわらず、即戦症を起こした患者さんをまあ抽出して解析を行った論文になっております。 大体いいこれが、えー、と約全体の1から2%と言われておりまして、まあ、AF 全体においては、抗玉療法を内服している中においても、年1から2%の高速を発症するというふうに言われています。でそういった患者さんを1 1 6 3人、えー、右上にあるように、えー、抽出して、約ま1年間ほどのフォローアップを見てみますと、これ、右下の図が、えー、結果が数字が結果になるんですけれども、1年あたり約7%の。 えー、脳梗塞の再発率といったところで、まああの、AF 全体と比べてやはり再発率がすごい高いといったことが分かります。また、えー、と3ヶ月でのオーロコーズモータリティについては12.4%といったことで、3ヶ月で12%の患者さんが、まあ、何かしらの原因で亡くなってしまうといったこともあり、抗凝抗療法をやっていても、即戦症を起こしてしまう患者さんは、えー、即戦症の再発率も高く、そして用語も不良であるといったことが報告されております。 でまあ、そういった患者さんを対象として見てみたんですけれども、まあ、脳梗塞を発症したときと、これはちょっとまた別の論文にはなるんですけど、脳梗塞を発症した時点で、抗玉療法もす既に飲んでいた患者さんと、脳梗塞を発症した時点に抗玉療法を飲んでいなかった心房細動の患者さんの約2年間の、えー、即戦症の割合を調べているんですけれども、青線が脳梗塞時に抗玉を飲んでいなかった患者さん。 まあ赤い点線が、もうすでに抗凝固療法を飲んでいた患者さんですけれども、うん、もこれ、チャズ・バスクスコアが同等であった、同等に、えー、調整をしつつも、やはりもう、えー、と抗凝固療法を飲んでいても、側線症を起こしていた患者さんの方が即戦症の再発率が、高いととったことが、えー、報告それはだからもう、既存のというか、普通の OAC というか、抗凝固療法では、 防げないものが起こってるから、当然、イベントも多いってわけですよね。そうですね、こちらの内訳も、まあ、詳しくはあったんですが、まああ、心理性脳側損症も始めて、他の側損症もプラス視点になるので、心源性だけではないんですけど、うん、もうすでに薬が入ってても起きてしまっている人は、また再発も高いっていうことですね。o いしいが、まあ、効いているのにもかかわらず、再発するとなると、もうそれは神本当に心源性なのかっていうのは、非常に疑わしい感じがしますよね。 そうですねただし、その内訳を見てみやっぱり震源性と診断された患者もかなりのそれなりの割合がいらっしゃって、すみません、ちょっと正確な数字はちょっとあの今、出せないんですけれども、その非震源性だけではなかったっていう結果なんですよね。うん、なんかそうなると、もう o a c の,の治療効果自体の根幹が揺らいじゃう感じがしますけどね。 そうですね。まあ、全体の1%、2%、まあ、かなり低い割合ではいるんですけれども。ちょっと特殊な患者さんがやっぱりいらっしゃるということです,、ね、うですね。ポピュラー、はい、ポピュレーションがまああのいるというとことです。まあ、それだけ今、今回は抽出したあの結果に、データになっております。はい。で、そういったまあハイリスクな患者さんにおいては、工業、療法の抗内服を変えたりして、2年間見てみても結局、変えても変えなくても、 脳梗塞の発症リスクが低減できないということで、まあ、抗漁港療法だけではどうしてもそういったことを予防しきれない患者さんが一定数、低い割合ではありますけれども、存在しているといったことが報告されております。では、まあ、そういった患者さんに、えーまあ、こういった左心自閉鎖治療というのは有効ではないかということも言われていまして、こちらは、えー、とカテーテルアブレーションを心房細胞を対して行う患者さんで、事前に、まあ、CT などで、 血栓があるかどうかを調べた論文になるんですけれども、えっと、1420人の患者さんのうち約6%、87人の患者さんにま血栓があったといった報告なんですけれども、87人中87人はま左心耳、この右の下の図ですね、l a a の左心耳のところに血栓があったと、まあ、他わずかに砂防内だったりとか右心耳にあるんですけれども、まあ、ほとんどま左心耳血栓が生じているといったことが報告されております。 でこちらの1960年の昔の論文においても、まあ、し心房細動の患者さんの血栓はもう約9割は左心耳から出てるっていったことが報告されております、ね、まあ9割以上、まあえー、心房細動患者さんの心内血栓というのは左心耳なのではないかと言われております。で、まあ、ちょっと長くなりました。あのー まとめなんですけれども、まあ、心房細動患者さんにおいて、まあ、適正な抗議・抗療法が導入されていても、まあ、年から1から2%の割合で、即戦症を感じる、生じる患者さんがまあ確かに存在しているということになります。まあ、そういった患者さんだけを見てみますと、年7%の再発率、まあ、非常に即戦症の再発率も高く、まあ、死亡率も高いと、要は不良であることが言われておりました。 でこれまでの研究から、まあ、心房細動患者の形成のほとんどは、まあ、左心耳で9割以上生じているといったことから、こういった、まあ、特殊な側線症を起こしやすい患者さんにおいては、まあ、左心耳閉鎖術を行うことによって、まあ、側線症の発症割合を、まあ、低減させる有効な治療なんではないかと言われていまして、今回の論文になっております。 えっと、ジャマンニューロールジン、今年発表された論文になりまして、今回の目的としては、まあ、抗力の療法を内服していったにもかかわらず、まあ、脳梗塞など、創薬戦士を起こした患者さんの、まあ、二次予防目的のササシンジ閉鎖の有効性を検証した論文となっております。え試験デザインです。ちょっとビジネスライドになるんですけども、多種説で、前向きレジスでスター、おいしい LAOT。LA レジストリなんですかね？をまあ、用いて後ろ向きの解析になっております。他のえっ、ー、とレジストリーの患者さんを使った蛍光スコアマッチング比較のえー、論文となっております。組み入れ基準ですけれども、まあ、工具がこの内服中に虚血性の脳卒中、一括性の脳虚血を ti a ですね。全身即戦症や刷新時決戦を発症しまあ、左心。耳閉鎖術を実施した患者。さん とえー、比較対象としては、まあ、抗玉内服中に脳卒中、えー、TIA を起こしたけれども、殺診時閉鎖を行わず抗玉療法だけを受けている患者さんを、えー、性別、年齢、高血圧、糖尿病、チャズ2、バスク2スコアですね、チャズ2、バスクスコアで結構スコアマッチングしております。えー、除外基準としましては、まあ、周りを内服していても、まあ、最終的に INR が2未満であった患者さんだったりとか、まあ、アドヒアランスが不十分だった患者さん、特に比較対象群の、えー 除外におきましたの、措置発症から90日以内に死亡した患者さんは除外されております。使、え、用、ー、評価項目においては、拒欠性の,措置の発症までの時間と、TI や電子測定症などが副治評価項目となっております。この試験の名前って、うん、ストロークって読むんじゃないですかね。ストロークですか、ね、ストローク。わかんないわか <laughs> ります。これは、はい、ストロークって読めないと い、うん、あ,あ、なるほど、そうですね。分かんないここは試験内容というか、この使ったレジストリが、このストローク OSCLA オクルージョンの患者さんの,のレジストリを使った論文なので、でね、この論文自体はこれではないのかもしれません、試験自体は。分かりました。これ、あのはい、もう一度おさらいすると、えーとはい、このレジストリを使った後ろ向き解析の研究で、えーとはい、プロペンシティスコアマッチングをやっていると。はい でそれは年齢高血圧、糖尿病、チャーズバースクスコアでやっているんだが、組入れの患者さんは、工業高療法をやっているのにもかかわらず、脳卒中、TIA、全身触染症、左心耳血栓が見つかっちゃった患者さんたちをインクルードして、えー、見てみましたとということですねそうですね、ありがとうございます。はい こちらがフローチャートになるんですけれども、ストローク OSC、LAOCO4 とか、まあ、2010年から2022年、約12年から21施設で実施された、えー、患者さんの対象となっております、えー。それらの患者さんの平均追跡期間は2年間となっております。で実際、この12年間で、左心地閉鎖を行われたのが、まあ、439人となっておりまして、抗、え、漁、ー、抗行療法をやっていたにもかかわらず、即戦症を起こしてしまった患者さん。 まあえー、工業共同だけをやっていた患者さんは、まあ、1995人、他のレジストリーから登録されております。で、プロペンシティマッチスコアマッチングを行いまして、最終的にはそれぞれ、えー、工業交分 OAT 軍が433人、左心人閉鎖 LAO 軍が433人と、えー、が解析に回っておりますで。早速患者背景の方に移るんですけれども、まあ、年齢の長長は72歳、えー、男性の割合は6割、 チャツバスクスコアの両着5点、アズブレットは2.8点となっておりますで。即戦車のイベントにおきましては、サシンジ閉鎖が LAO オクルージョン群においては、脳梗塞は6割、TIA が2割弱、サシンジ決が2割弱となっております。一方で、OEC 工業ご単独部においては、まあ、9割が脳梗塞で、残り10%弱が TIA となっております。工業、効力両方の使用の内訳ですけれども、 写真耳の閉鎖具においては、こちょっと100を超えてるので多分、両方の出たっていう人がいらっしゃったのかなと思うんですけども、えドアックが56%で、ワーファリンが5割、まあ、1対1、ややドアックの方が高いといった割合になっておりますが、一方で、工業化単独群においては、えー、ドアックが44%、ワーファリンが6割弱となっております。これやっぱりその <laughs> 両グループでの即線症のイベントが少し偏りがあるっていうのは、これ、見逃せないところかなと思うんですけど、やっぱりそこにセレクションバイアスがかなり入ってますよね。そうですね、おっしゃる通りだと思います。やっぱり脳梗塞のあとに、例をするっていうのは、やっぱり大きい脳梗塞とかだと、ちょっと躊躇されるとかっていうこともあるんですかね。 そうですね。もうこれでほぼ寝たきりだったりも、患者さんはおそらく、あんま詳しくは書いてなかったんですけれども、うん、もう除外されてるとは思うんですよね。除外、あ除外そ。除外というか、その、送りジョンされないという主人の判断で、そういう、ありますよね。ねだから、そもそものバックグラウンドでちょっと重症度が違うんじゃないかなって気はしますよね。そうですね。一応その工業群ではその 発症から3か月以内亡くなった患者さん、まあ、生存患者さんだけをインクルーンしてるんですけども、生存もその後遺症なくある、あるいは軽い後遺症で過ごしている方もいれば、寝たきりだけれども、あの生存していらっしゃるという方もいるので、そうですよね。程度がやっぱりちゃんとそのマッチさせたわけではないというとですそうですよね。うん、こそれはやっぱり、まあ、見とかないといけないところですね。はい。はい、ありがとうございます。で一応この 初回の即戦書前に抗議を療法化の適切な治療をされていたというのが、まあ、オクルジョング9割に対して、オーエティング5、6割という、ちょっとこれ差が生じているんですけども、ちょっとどういった、いろんなプロトコールの後、後方法から対処区が出てますので、まあ、ワーファリンの、えー、治療域というのが厳格だった可能性があるっていう、まあ、後であのディスカンションでも述べるんですけども、ちょっとその初回の即戦書の時点で、あんまり適切に抗議を効力化されてない患者さんが、まあ、4割弱。 いいいたんじゃないかとううふうに言われてますそうなると、OAT 軍の方が、これが、えー、となんていうか、さっきバックランドでお示ししていただいた、えーと、イベントがどちらかというと少ないグループっていうことにもなりますかね。 そうなんですよねそのこの57%は、やはり再発も高くて、ちょっと予後も悪そうなグループは、そうですね、4割ぐらいはもしかしたら、うん、意外と予後はそんな悪くなさそうな人も含まれているという、うん、まあちょっと考えがはいけど、すね、少し入り抜きがあるのと、LAO 群は飲んでても起こしちゃうから、まあ、やっぱり、えー、閉鎖してみようっていうようなこ、そういうモチベーションもありますよね。 ちょっとやっぱりそのランダム、非ランダム化試験であるところが、ですね、ここの大きなリミテーションかなと思いますですね、なので、まあ、今後やっぱりそのランダーマイズド試験っていうのがの、まあ、礎になるっていうか、その問題提起をしているものでもありますよね。はい、おっしゃる通りです。はい、ありがとうございます。で、実際、今回、写真時閉鎖で使われたデバイスの種類なんですけど、まあ、ウォッチマンが5割で、アンプラットの、えー、とアミレットが大体4割ぐらいとなっております。ランブレット が3%と、まああのー、ラリアットという,がというかコ、コーヘレックスと呼ばれるものは1例ずつとなっていて、ほとんどウォッチマンとアンプラッツが占めているといった割合になっております。で、閉鎖、入、え、れ、ー、閉鎖単独だけやったのが88%で、プラスカテーテルアブレーションやっているのが11%存在しているといった結果となっております。でこちらは合併症と、えっ、ー、と、オクルージョン後の抗凝固療法などの、えー 割合になってるんですけど、ちょっとビジネススライドになってるんですけど合併症全体としては、まあ、7割、7%です、7%、31件になっておりまして、多くは先進部の合併症11件だったりとか、まあ、新農域の貯留が11件となっております。実際、担保などに立っているのは4件となっておりました。で、えー、とクルージョン分における、まあ、左心地閉鎖後の内服につきましては、抗漁行療法を中止したのが4割。で、えー、26%は サシ、えー、時閉鎖後に一度画像フォローして、しっかり閉鎖されていることを確認した上で、抗力をやめたのが26%。最終的にやめた可能性は約7割近くの患者さん、抗力をやめているといったことになります。で、えー、と閉鎖後も抗力を続けたのが全体に約3割いらっしゃるという形になっております。サシ時閉鎖は結果としましては、完全閉鎖が7割で、まあ、周囲の少量のリークが2割。まあ、結構それなりのリークがある患者さんが3%と。 なっておりますデバイス関連の、えっと、閉鎖デバイス周囲の血栓症などのときましては、全体の6%に認められたといった結果となっておりますこれ、写真時閉鎖したあと、4割の患者さん、工業雇療法中止できているていうのは、かなり大きいですよねそうですね、かなり大きいと思結構合併症が出ちゃってるなっていう感じがしますけど、これ、デバイスの進歩で、よりまあ今後は少なくなりますかね。そうですね確か あの日,本の日本でもサルート試験といって、まあ、少ない患者さんでも検証したやつで、うん、やっぱり合併症の量は戦後研究に比べて少ないってったこともあるのと、オッチマも多分2.5から進歩してから割合併症の量は低いんじゃないかってことも言われていますので、でこれはいつからいつまででしたっけ ?2010 年から2020結構12年間なので、当初の,あのレートも含まれているので、これでの数。そうですね なってるんじゃないかなとます初期の成績も入っちゃってるってことですよねそうですね、はい、結構やっぱり新の域貯流とかっていうのはいるってことですかね、はい、こちら早速結果になるんですけれどもえっ、ー、とイスケミックストロークの割合が黒字が工具横丸単独部分と比べると黄色い線のしん、はい、地閉鎖群においては1年間の発症割合が工具、はいえー、横丸群では8%に対してしん地閉鎖群は2 3%程度と、まあ、優位さを持って、最、えー、真自閉鎖の方が低い割合となっておりました。ハザードリスト0.33と約66%、えー、即戦勝の発症割合を低減させたといった結果となりました。ごめんなさい、これって下の、えー、オレンジ色のやつは、今回の STROACLAO のレジストリーから入れたものですよね。この OAT のブルーの方はどうなんでしたっけ えっと、過去のう、えー、あの,他のレジストリーにおける抗議、うん、を起を内服していても、即戦症を起こしてしまった患者さんのプロペンシスコアマッチングですね。1200ああ人ぐらいからあ<の>プロペンシスコアマッチングした430人ぐらいの患者さんになってます。だからこれ、2つのカプランマイアの患者さんたちは全然違うポピュレーションから取ってきてるっていうことですよね。そうですねはい で、こちらでかなり左心耳閉鎖額にプラスあの残りた3割の患者さん、OAT を,、えっと、を併用した患者さんとも、えー、別個で解析を行っているんですけれども、優、ま、位、あ、差は出てないんですけれども、やはり左心時閉鎖プラス工原抗療法,工工療法を併用した患者さんにおいては、促進者の割合は、まあ、さらに低くなるといった結果となっておりますこれ、LAO っていうのは OSC なしってことでいいですか あ,そうですあのー、ああああ先ほど言ったあの4割から7割あの抗工業をやめられた患者さんですね。<laughs> でこの人の LA をプラス OAT は約3割の左心耳閉鎖したけれども工業療,療法を続けていたっていう方になっています。うん、これはもちろん後ろ向きなんでそのドクターがこれは続けた方がいいなっていうふうに思った患者さんということにはなっちゃうと思うんですがこれだけ見ると OEC 行っても行かなくても変わらないんであれば 出血性イベントを減らすために、なしでももしかしたらいいんじゃないのかっていうのを期待させるデータではありますかね。そうですね、そういった解釈もできるかなと思います。はい。で、こちらは、その最初の,あの患者背景でも話させてもらったんですけど、まあ、適切な抗固療法が、まあ、初回の不足選手の時にすでにできてた患者さんというのちょっとばらつきがあったので、その患者さん、適切に。 工業やっても起こしちゃった会社だけを抽出して解析を行っておりますけれども、まあ、それでも工業・工業法を単独に比較して左心地閉鎖具の方が即戦勝イベントは優位に低かったといった、えーもう一つのえー、グラフとなっておりますでこちらがえっ、ー、とハスプレッドとチャズツバスクスコアからまああのー 性イベントと出血性イベントのどのくらい起きるだろうと推定したのがこの濃い、えー、紺色のジプレディクテッドの割合になるんですけれどもそれと比較して実際はどうだったかっていうのを比較したのが、えー、と薄い方のグレーの方になるんですけれども、まあ、ハスブレッドチャズ2から推定される割合よりも実際左心耳閉鎖群においては即戦症エスキミックストロークやエスキミックストロークの即戦症の総合がだいたい5から7割低減することができかつメジャーブリーディングにおいても、えー 低減させることができましたよといった、えー、グラフになっております。要は差しん閉鎖によって、えー、当初推定される速戦症出血イベントどちらも低減させることが、えー、示されたといったグラフになります。で、考察に移るんですけれども、今回えっ、ー、と被者としてはまあ抗血小板法を起こし内服していても速、えー、戦症を起こしてしまう。 不関連に対する左心時閉鎖の二次予防の有効性を検証した、まあ、初の論文と、えー、言ってました。で、本試験においては左心時閉鎖の二次予防においては虚血性の高速の発症を工業・コ法単独と比べて優位に低減、えー、させた結果となりました。で、特に、えー、工業・コ法併用 LA を送るープラス工業・コ法は、まあ、最も即戦処理ベートが低い割合だったといったことを報告しておりました。で、またチャズ・ツー・バスクおよびハスベットスコアを用いて予測 された出血即戦症イベントをどちらも低減、えー、させるといったことが示されましたで先ほどもあったように OAT 群 えとプロペンシティスコアマッチングを行った患者さんにおいては、まあ、初回の即戦症発症時に、まあ、適切な OIT がされた患者さん、約6割ぐらいしかいなかったといった結果となっておりました。これに関しては、まあ、ワファリナ内服が高くて、ああいうのが伸びきってなかったことだったりとか、もともとのレジストリに設定されたその適切な治療範囲といったところが、まあ、厳格なレジストリが一部存在していたのではないかといったことを、筆者は述べていました。 まただし、えー、と適切な抗議を行う方をやった患者さんのみを抽出しても、まあ、LA をクルージョの方が優位に即戦症をけ、えー、低減させたといった結果が得られておりました。この試験のリミテーション、まあ、やっぱり非ランダム化試験であるということが、かなり、えー、と患者さんによってはセレクションバイアスだったりとか、さまざまな行楽因子が、えー、含まれていることが、えー、言われております。なので、今後、ランダム化比較試験によるま検証が待たれる状態かなと思います。 でまた側線症においては、今回、震源性のみではなく、非震源性のものも含まれているので、まあ、左心耳閉鎖、オクルージョンと関係が低い側線症も一部含まれていることがあります。でまた、えー、と追跡期間中に高血栓量が変更されたりとか、先ほどからさらっと説明をしたんですけれども、左心耳閉鎖だけじゃなくて、1割の患者さんはカテーテルアブレーションを行われているので、まあ、それ自体が最終的な結果に影響した可能性は否定できないかなと言われています。OAT 群の方は何パーセントやったかというのは分からないんですね。 わかんないです。特に明記はされてさいませんでした。でね、はい。はいでまあ、本質の結論になるんですけれども、まあ、抗議・抗議療法を行ったにもかかわらず、側潜症などを起こしてしまった心房細動の患者さんだけを抽出した、えー、検証においては、抗議・抗療法のみに比べて、左心時閉鎖、拒欠性脳卒中のリスクが優位に低減する結果となりました。まあ、こういった脳卒中のリスクが非常に高く、用が不良なこの集団においては、こういった左心時閉鎖 っていうのが、まあ、新しい治療のオプションになり得るのではないかといったことを、えっと、まあ、提言した一つの論文かなということになっております。まあ、今後、ランダム化比較試験による検証が待たれるということで、ちょっと調べてみると、今、えっと、こういったエラプス試験というものだったりとか、えー、ラウスフォース試験ですかね、こういった試験が、えっと、行っておりまして、どちらもランダム化比較試験をやっておりまして、エラプス試験は工業クロをやってても、 性脳卒中を起こした患者さんを対象として、発症から3ヶ月以内に単独群か左心耳閉鎖群、プラス OAT に割り付けして予後を比較する論文。あと、ラオスー試験においては脳卒中、まあ、ののリスクが高い、ちょっとすみません、この高いの,あのインクルージョンを詳しく見てないんですけれども、シンボルサイド患者さんを対象とした、えー、と先ほど言ったように、まあ、閉鎖プラス抗漁行と抗漁行単独の比較試験が行われていますの、ね、で、まあ、こちらの結果が今後待たれるのかなと。 思いますこれは言ってみれば、まあ、2二次予防と1次予防の試験ということになりますかね。そうですね、直接のランダム解析になると思います。はい、ありがとうございました。はい、えっと、て、はいうな STROAC、LAO のレジストリーと、えっ、ー、と、まあ、これまでのその OSC を飲んでいる、えー、患者さんで、脳梗塞を発症した患者さんの レジストリーデータですかね。それを使って、プロペンシティスコアマッチングをして、イスケミックストロークの割合を調べたら、やはり OSC を飲んでても発症しちゃうような患者さんというのは、左心耳閉鎖デバイスを使った方が、どうも、その後の、えー、二次的なというか、再発ですね、脳梗塞の再発というのが非常に効率に抑えられそうだというようなデータで、まあ、今後の、えー、ランダマイズ試験の、えーまあ、ステップ、 の一つになるかなという非常に貴重なデータだったと思いますけれども、まああのえー、比較方法はですね、やっぱり同じレジストリーデータを使ってないっていうようなこともあって、まあ、ヒストリカルデータとの比較ということになるので、少し、まあどうまあ、解釈難しいというか、 えー、年代も違うのかもしれないですし、ちょっと難しいところはあるにせよ、ですね、まあ、これだけリスクリダクションできてそうだというのは、今後のランダム化試験のですね結果、非常に楽しみだなというところではありますかね。あのーまあ、そもそもとしてですね、そのこれ、ワーファリンなんですかね。はい、えっ、ー、と、まあ、半数が大体いいドアックですかね。半数ドアックですね。はい まあ、半数はまだワーファリンっていうことがあるので、そこら辺もちょっとまあ時代を感じるとうか、うん、OSC で前例、やっぱり治療したらどうなるのかなっていうのは、ちょっと見てみたいところではありますが、工凝固療法しっかりやっている上で、それでも脳梗塞いうが起きちゃうっていうのは、まあ、改めてですけれども、これ一体どういうメカニズムで、どういう、何が起こっちゃってるんですかね。そうですね、これはなかなか難しいんですけども。まあ 内訳を見てみると、やはりその、んてうんでしょう、心源性と関係があって、ロスクルト、動脈硬化性の側線症だったりとか、まあ、高血圧がよ楽なラクナ拘束だったり、あとは、e s a っと呼ばれる、イーサスの一部も心房細動というふうに報告されてるんですけれども、明確に心房細動は捕まってないけれども、側線症を起こしちゃった患者さんとか、そういったことがいると思いますが、まあ、そういったところと、あとはまあ、あんまり明記はされてないんですが例えば、まあ、がんとかですかね、そういう。 全身疾患とかに伴う即戦症の患者さんはやっぱり一部含まれてはいると思いますね。ただ、今回は左心耳閉鎖という違いしかないわけなので、でお示しいただいたように、えー、そのほとんどというか、大半が左心耳にできる血栓ということなので、まあ、今回はやっぱりそれを抑えると、リスクリダクションが非常に大きかったということなので、やっぱり左心耳っていうのに血栓ができやすい。そそしてそれがワーファリンを まあ、OSC を使っていてもですね、やっぱりあの再発してしまうっていうのは非常にあのリスクが高い大きい脳梗塞になっちゃうのかなというところではありますかね。はい。えっ、ー、と、今回って出血は見てましたっけ出血、すみません、ちょっと見てます。えっ、ー、と、グラフとかはなかったんですけども、大体出血に関しては、その脳出血のイベントが、そうですね、えっ、ー、と、 その左心地閉鎖群に書いた頭蓋内出血が大体2回、2例だけで対して OAT 群では7例ということで、一応まあ数はそもそもどっちも少ないんですけども、ですね、出血率が少ないという形になっています。<laughs> グラフとかではなかったですけど。すいませんはい。これは今、日本ではですね、こ,のこういった患者さんに対するまあ使用ですよね、だから OAC を使っていて脳梗塞を発症している患者さんの えー、に対する二次予防としての LAO の適用というのは、何か記載はありますかはい、ありがとうございます。特に日本のガイドラインにおいては記載はないです。欧米ではそ,のそういった適用はあるけれども、日本ではそういったことは特に明記されてないですね。うん、<で>こういった患者さんでこうあの、こういういいデータが出てくると、やっぱりちょっと考えたくなりますよね。 そうですね。まあ今後のランダム化式、企式によっては、そのインクリエイ少し拡大していくことも期待できるのかなと、ちょっと個人的に思いましたす、ね。今回の初ブレッドの平均が2.8ぐらいだった、中央値が2.8ぐらいだったということを考えると、やはり今の現行のインディケーションでいくと、まあ使えないというか、あ厳密にはちょっとやりづらい患者さんというのも、うん、まあ中に含まれているということになっちゃいますよね。そうですね。即選だけとかになってしまう多分 出血ないとおそらくそうですねはい何だと思いますはい、えー、谷先生からプロテクト AF 試験では LAO が側線を減らさず出血を減らすとのことでしたがなるほど今回 LAO で脳梗塞の発症を減らせたのはなぜでしょうかドアックが効かないようなハイリスクに限定すれば側線症も減らせるということでしょうかという質問ですねうんなるほどありがとうございますそうですね,ですねまあ,、うん、あのおっしゃる通りで 逆ですよね、だからその出血は対して、まあ、頻度が少なかったからそんなに差はなさないのかもしれないけど、即戦症をがばっと減らしてるっていうのは、プロテクト F とは真逆の結果っていうことですよね。そうですね。えっ、ー、とー、まあ、今回、そもそも側戦症に関しては、そもそもやっぱり年1%ぐらいなんですよね、ンボセット全体で見ますと。なんでその、そもそも発症する割合が低いところになってくるので、 そこで比較しても、おそらく、あのー、もしかしたら予防してるのかもしれないんですけれども、うん、予防してる患者さんというのはごくごく一部であったり、うん、まあそもそも、その対象群に即戦症がよ思いが起きなかったっていう、この、うん、確かプロテクティブ試験とかにも書いてあったんですけど、予想よりもやっぱりワーファリングとかにおいて、即戦症イベントが少なかったっていうこともあったので、そういったことが一つかなと。今回においては、その、飲んでいても即戦症起こしちゃうってう、かなりその中でも、 即戦リスクの高い人を抽出して、うん、そこで比較をしているので、起こしやすい患者さんの状況での効果を調べているというのが今回の結果に本。本当にその通りですよね。だから、やっぱり既存のというか、効くはずの両方をやっていて、それでもだめということになると、もうやりようがないのでその、それ以外の方法論をまあ考えるというのは妥当なところですよね。そうですすねかなと思います、はい しかもこの20 2024年以降というか20年代以降ということになるとデバイスもより安全に効率的にの進化してきてると思いますし、まあ、あの全体的にドアック、まあ、今後は 11A ということもあるのかもしれないですけれども、まあ、そういったデバイスとそれからメディケーション両方が進歩してくるのでうーんと より差がつきやすいのかつきにくいのかちょっと分からないですけれども、方法論を2個積み重ねるっていうことなので、うん、非常にこの今回取り上げていただいたようなリスクの高い患者さん、2次予防の患者さん、2、えー、次予防、3次予防、3次,、うん、次予防っていうのがあるのかどうか知らないけど、2、はいうん、二次予防以上の患者さんっていうのにはです、ね、非常にいい,い,い、まあ、方法論なのかなっていう感じがしますね。 はいえー、と今後もこのデバイスの進歩っていうのはありそうですかそうですね、どうなんでしょうね。僕もあんまりそのこれや、自分が、うん、あれなんですけど、うんうん、ここから進歩するのかな僕はちょっとあんまりその新しいものとか、そういうの、アップデートのデータは。<laughs> ちょっと知らない,どんじい,ないんですけども、あまりこれ以上進歩するのかなと、ちょっと傍から見ると思ったりします。ちなみに今回の患者さんはですね、もともと o a c をやられたということなんで、まあ、そういう患者さんは、まイハはするにしても、そこまで、飲んでない患者さんに比べて大きいそのサイズ脳梗塞のサイズに関しては、もしかしたら減らせてるんじゃないかなっていう気もするんですけど、うん、そこら辺は最後にコメントいただいていいですかね。はい、ありがとうございます。 そうですね、僕もそういうふうに最初思ったんですけど、この今、この示しているデータで見ると、3か月以内に12%で亡くなってるんですよね。うん、うん、確かに。なので、そうすると、これがまあオールコーズモータリティなので、即戦症って一概に言ってるわけじゃないんですけど、うん、そうやん、ね、かもしれないしね。はい。そ、うんあのー、なんて言うんでしょう、一概に側戦サイズが低くて,て安全だよとは言い切れないのかなとも思うんですよね。うん、この12%の中のどれだけの割合かは分からないんですけど、うん、そうですね。 プラスの高速なタックは、またそれはそれで多分予後かなり悪くすると思うんですけども。なるほど。そうですね。はい、ありがとうございます。感謝できないかなと思います。ごめんなさい、カプラン前の最後いあの、一番最後のカプラン前だけ見せてもらっていいですかあ、いや、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、もっと先。これか。これはこれはその、工業、工療法を あのー、OAT ングだと適切なかったって言われてる人は4割ぐらいいたんですよね。ああ、飲んでても再発した患者さんの中に適切な OAT と不適切なというか不十分な OAC の。っ言われて、はい、その,あ<ー>あのプロペンシティする前のレジストリーの経緯と。適切っていうのはだから VKA の患者さんにより限定されますかね。 あとはなんかあの、アドヒアランスとかですかねあ,あ、そういうことか。はい。おそらくちょっと明確な定義がちょっと、それぞれのレジストリーも見れてないので、あれなんですけども、<laughs> どおそらくその、と <laughs> は十分に、えー、やられてない患者さんだけを抽出した。そうですね。十分にやられてる患者さんだけいう患者さん、あ、なるほどなるほど。はい。あ、今回抽出してもやっぱりあのよかったということでしたね。そうですね。 ありがとうございました。ということで、今日はストロークレジストリーとヒストリカルコンパリソンということで、えー、OEC 内服中の患者さんで脳梗塞を起こしたような非常にリスクの高い患者さんに関しては、追加の左心耳閉鎖も一つの候補になるかもしれないという後ろ向き解析をお示しいただきました。今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。